んにちは、写真家の林匠です。今日はスナップ撮影テクニックしまなみ編ということで、撮影テクニックのポイントを3つご紹介しようと思います。私は普段広告や建築の撮影を仕事にしていますが、作品では海外の街スナップが好きで旅に出たりします。その中でもピンホール写真の具合がとても好きなので、このような作品も撮影しています。今回はしまなみ海道広島尾道市から愛媛県今治市の間で尾道に的を絞ってスナップのテクニックをご紹介しようと思います。それでは10分レッスンスタートです。瀬戸内を紹介する雑誌を10年ぐらい前から担当するようになって、仕事で通い、プライベートでも通い、島や橋や町に魅力を感じたから瀬戸内を回るようになりました。その中でもしまなみ海道は僕も好きなルートの一つです。今回紹介する3つのポイント、まず1つ目のポイント、絞りです。絞りを開放で撮影するか、 F8 以上で絞り込んで撮影するか、このどちらかを選択することが私は多いです。まず絞り込んだ絵を見てみましょう。尾道といえば猫、猫といえば尾道と言われるぐらいたくさんの猫が住み着いています。猫が好きで猫スナップを撮りたいなと思われている方なら、ぜひ尾道へ足を運んでみてはいかがでしょうか。ここでは坂を降りる猫、その奥に見える風景を絞り込むことによってある程度ピントを出すことができています。ただし絞り込むことによって注意点が一つあります。シャッタースピードが遅くなることです。遅くなるということは猫がブレてしまう可能性があるので、その点には注意して撮影してみましょう。次に桜です。しまなみ海道は桜の名所がたくさんありますが、尾道、ここも桜の名所です。桜の窓から奥に見える尾道大橋、ここまでをある程度見せたいために F16 まで絞って撮影しています。次に開放の絵を見てみましょう。この山頂は恋人の聖地でもあり、金色のハート型の鍵がたくさんくくりつけられています。中には個人名や願い事が書かれていて、あまり見せたくないものです。そこで斜めに構え、一つのハートにだけピントを合わせます。あとは開放で撮影することによって前後のハートがふわっとボケてくれるので、文字も読めなくなり雰囲気がさらにアップします。次に洗濯物の陰からひょこっと顔を出してくれた猫ちゃんです。この前後ではあまり見せたくないので、開放で撮影することによりより猫が際立って見えるようになります。背景がピントが合ってしまうと猫と同化してしまい、あまり猫が目立たなくなります。そこで開放で狙っているんです。次にショーウィンドウのディスプレイです。マネキンの顔にだけピントを合わせ、そのショーウィンドウに映り込んだ光は遠くでボケているので丸く光って見えています。ただそれだけでは物足らないので、そのディスプレイに対して何か動きのあるものが映り込んでほしいというところから、商店街を歩く人影を待ってみました。うまく何人か歩いてきてくれたので、その中でワンショットうまく人影を入れることができました。そしてポイント2は構図です。
構図にはいろいろなパターンがありますが、今回は一つのパターンを覚えてみましょう。それは三分割構図です。画面の縦と横にラインを2本ずつ引き、そのラインや交わる交点に被写体の主役を配置してみることです。スナップでよくあるのは、急いで撮るあまりどうしても被写体が真ん中日の丸的な構図になりがちなところです。これを脱却するにはこの三分割構図を活用するのが一番いいと思います。それでは見てみましょう。これは岩の上に乗っている猫、そしてその奥に見える尾道水道、そして奥に見える向島、これを実際に三分割のラインに乗せてみます。すると交点に猫が配置されており、真ん中のラインには尾道水道、そして奥のラインには向島と、うまく岩、水道、島と三分割されていることがわかると思います。次に縦構図ですが、これも猫ちゃんが塀の上に私を撮ってと言わんばかりにポーズを決めて座ってくれていました。その奥にちょうどいい三重の塔があったので、ここは縦構図。ラインを乗せてみるとぴったりと猫のポジションが交点に収まっています。そしてうまい具合に塔も右のラインに乗っかっていました。そして次に流形の走行群でカップルが2人歩いていきました。最近は肖像権やマスクをしている顔などなかなかスナップが撮りにくい時代になりましたが、次行く2人なら OK でしょう。これを右のラインに2人を立たせて左に空間を作ってみました。このように配置することによって日の丸構図は簡単に脱却できます。そして3つ目のポイントは光と影です。光と影をうまく使うことにより立体感が生まれ、よりドラマティックな演出が生まれます。次の写真は学生が朝通学をしている風景です。向かいの島にフェリーで渡るところですが、左から朝日が当たり、ヘアラインに金色のエッジラインが輝いています。奥のフェリーはシルエットになっているので、より立体感が出ているのではないでしょうか。次の写真はその向こうから渡ってきた通学通勤の風景です。ここでは顔が見えてしまうのでスローシャッターで対応してみました。 R5 ではレンズの手ブレ補正、そしてボディの手ブレ補正とかなり補正が効くので、4分の1というシャッタースピードで手持ち撮影してみました。もう少し練習すると遅いシャッタースピードが取れるようになるかもしれません。ここまで三脚なしでスローシャッターが切れるようになると本当に楽にスナップ撮影もできるのではないでしょうか。スローシャッターによる人のブレが流れとなって足早に通勤通学している雰囲気が演出しているのではないでしょうか。次に夜の写真ですが、何も光と影は昼間だけの話ではありません。夜の闇がシャドウになり、その中に街灯や遮断機の赤いランプが光っています。遮断機が鳴ったということはここに電車が入っていくことが想像できます。そこで狙いを定め連写してみると、うまく最後尾の車両の車掌さんがセンターで捉えることができました。
いかがでしたか？尾道に行ってみたくなりましたか？町スナップをしてみたくなりましたか？今日の3つのポイントを押さえて、ぜひとも町スナップに出かけてみてください。私は伊予須学園大阪校も担当しておりますので、よろしければ一度覗いてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。